神戸運輸管理部は、国土交通省の地方支分部局である運輸、交通に関する業務を担当する、地方運輸局の文章機関、兵庫県神戸市に所在する。2002年7月1日、海運支局と陸運支局を統合して、運輸支局を設置する組織改編が、全国的に実施された際、兵庫県においては、近畿運輸局兵庫陸運支局の統合先となるべき。 海運支局は存在せず、地方運輸局と同等の県能を有する神戸海運管理部があったため、神戸海運管理部に近畿運輸局兵庫陸運支局を統合させて、神戸運輸管理部が発足した。以上の経緯から、海事行政においては地方運輸局と同等の行政権能を有するが、陸運行政においては近畿運輸局の開組織としての行政権能のみを有する。 このため、陸運部門に対しては、兵庫陸運部という独自の表現が用いられている。姫路市に参加の開示事務所及び自動車検査登録事務所を置く。ここで交付されるナンバープレートは、神戸ナンバーになる。1964年の神戸、姫路分割までは、兵庫県全域を対象に、兵ナンバーを交付していた。ここで交付されるナンバープレートは、 姫路ナンバーになる。ありがとうございます。